皆様ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんから発売されております30ミニッツミッションアルト陸戦仕様になります。極地戦シリーズと言っていいのかどうかあれなんですけれども、第1弾のアルト空中戦仕様、第2弾のポルタノバ宇宙仕様に続く第3番目アルト陸戦仕様が発売になったので早速買ってきました。で早速パッケージなんですけども、買いそびれないように予約をして買ったはいいんですけれども、予約の札を貼ってあったところを剥がすときに店員さんにここ一部破られてしまいました。他のと交換してもらおうと思ったんですけど、綺麗な店員さんで研修中って書いてあったので我慢しました。で、これが今回の陸戦仕様、色味から言って陸戦といえば陸戦なんですけども、どっちかっていうとデザートタイプっていうイメージがありますよね。でこちらにいろんなパターンがあります。これが背中に沿ってるタイプで、これは足のところがクローラーになってるタイプです。で手前側はこんな感じで、いつものやつですね、ニッパーはいるけどもスナップフィットですよとか、塗装しなくても色分けした状態で組み上がります。で可動がグリグリ動きます。でサポートメガのロイロイもいつものようについてきます。でここですね、バズーカは組み替えが可能、長くしたり短くしたりということですね。で履帯、要はクローラーキャタピラですね、はバックパックに取り付けることも可能で、バックパックにつけるだけじゃなくってこう足に履かしてみたり、数種類のタンク系統に組み替えができると。この膝の下がクローラーになってるっていうのは正直あまりかっこいいとは私は思えなかったんですよね。むしろ下半身が全部クローラーになってる、ザクタンクみたいな形状もありましたけども、あっちの方がかっこいいかななんて思っております。で選択次第で別にこの陸戦型じゃなくって通常のバルトのブランタイプも組み上がるということですね。で反対側がこんな感じで、舞台のテーマを決めてカスタマイズしよう。もうこれはもうそれ以外にもいろんなオプションパーツセットとか、この近接戦闘用オプションアーマー、あとアームユニット、ライフル、大型クロー、そういったものをモリモリつけるとこんな感じになりますよというふうですね。この大型クローって確か宇宙仕様のポルタノバにも付いてたものですね。で今回のキットは対象年齢が8歳以上ということになっています。では早速中身の方もご紹介していきますけれども、いよいよ第3弾ですね。極地戦というか、まずは1袋目がこちら、自分で好きな番号が貼れるこのマーキングシールと、あとこれは履帯、キャタピラクローラーの部分ですね。反対側もこんな感じ、この辺も多分ここに書いてますね、陸戦用ユニット A って書いてますね。で2袋目がこれもクローラーの部分と、これもそうですね、陸戦用ユニットや同じものですね、左右2つあるということですね。そして最後3袋目が、これが多分通常のアルトとかポルタノバと同じようなものですよね。この黒いのが関節とか内部構造部分で、このちっちゃいのがこれポリキャップで、反対側が、これも皆さんお作りになってればご存知だと思いますけども、ここが頭部、胸部、腕で腰、足っていうふうに上から順番に並んでるやつですね。でカメラのところはクリアパーツ、これがベースになるものってことですよね。で最後に紙類、アルトグランドタイプブラウン。なんか一気にこれまでの空中戦仕様とか宇宙仕様に比べると現実味が増したというか、いわゆるボトムズ的なリアリティを追求したキットになっているような気がします。なんか渋くてかっこいいですよね、重厚感があって陸戦仕様って。で、中の方に行きますと、まずはパーツリストですね。で作り方なんですけれども、ここの部分をこうやって開くと、まずカラーのページがあって、でこの内側に白黒のこのボディとか、右腕とかっていうになるんですけども、作り方として個人的にはこのカラーのページから作ることをおすすめします。と言いますのも、ここでこうやって履帯の部分作るとか、でここの足の部分作るんですけども、いわゆるここでいうこの A とか BCD っていうのが後のページになって、例えば先ほどの A とかがこう途中で出てくるんですよね。ここで A 使います。で白黒の方から作り始めてしまうと、この A って何ってきっと戸惑うことになると思いますので、このまずカラーのページですね、ここで言いますとバックパック作って、でウェポン武器を作って、でここでラージレッグ2個作るということで A を作って、で BCDEFG、これがそれぞれ後の方のページで出てくる、これが A なんだ、これが B なんだって分かっていないと、ちょっと戸惑います。で、内側に行きまして、ボディユニット。で、
こちらライトアーム右腕で、フターム左腕で、ウエストを作って、でこっち側に行って右足、これですね、ここにあるこの A とか F とかっていうのが先にこっちから作ってしまうとえって思うんですよね。でこっちで左足で、ここでそれぞれのパーツをくっつけて、でロイロイも作りましょう。でロイロイは頭部の変更ができますとか、武器はこうやって持たせます、武器の組み替えもできます。で選んで組み立てを足の裏にくっつけてみたり、膝下にくっつけてみたりっていうことがいろいろできるみたいですね。そして最後のページに共通の関節構造、まあこれもおなじみのやつですね。過去のラインナップとか、他のアルトとか、他のポルトノバと、すべての関節の構造というか、ジョイントのサイズが統一されているので、好きなようにカラーリングを含めて組み替えることができるというやつですよね。で、ここでカスタマイズ。いろんな色にしてみたり、自分で好きな武器をつけてみたり、まあ、こんなスタイルチェンジとか。で、これは、陸戦強襲部隊イメージ。もう、ごってごての武器をつけた、両足がクローラーになったものにもカスタマイズできるということみたいですね。では早速作ってご紹介させていただきますが、やっぱ陸戦型ってなんか渋いイメージがあるんですけども、そういった印象がいいんですよね、今回のキットは。では早速作っていくつかのパターンを含めてご紹介したいと思います。2パターンご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では早速キットの方をご紹介していきますけれども、まずこちら左手の方にごちゃごちゃと並んでいるのが、まあ、今はあの陸戦仕様のアルトになってますけども、通常タイプのブラウンのアルトにするときに使用するパーツですね。ヘッドギアの部分、足首、膝で、これがまあスカートというには小さすぎますけども、要はサイドスカート的な部分で、ここがスネラ部分ですね。でこれはやはり過去の宇宙仕様とか空中戦仕様と同じように、この足首をはめ込むところの、ここにはめ込む丸い球体状のポリキャップがやっぱりギリギリの数しかないものですから、まあ実際のアルト、通常版のアルトにしようと思うと結構ポリキャップの差し替えとかあってちょっと面倒ですね。まあそうは言いましても、まあ足については結構今回のやつで非常にかっこいいので、まあ特にこれは使わなくてもいいかなというふうに気がします。でこのすねの部分なんですけども、まあこれ過去も同じですね、横に共通の 3mm のハードポイントがあるものですから、海底弾の中でも少し使いましたけども、バックパックの部分にもうこの軸穴に差し込んで、まあ、バックパックの左右のユニットみたいな使い方をしてもいいかもしれないので、まあ、これはこのまま使ってもいいかもしれないですね。で、それ以外のものとしまして、こちらはいつものロイロイですね。ブラウンというか濃い焦げ茶の色になってます。まあ、毎回ついてくる可愛い相棒ってとこですかね。で、これが専用の武器。まあ、見た目バズーカなんですけれども、これは実は4分割できます。この部分と、こちらの部分で、ここも2分割というふうに4つに分割できますので、例えばこれとこれだけを使って接続して、こんな片手用のハンドビームガン的にしてもいいですし、この後ろにこの断層部分をさらに接続して、もうちょっとごつい武器にするというようなこともできます。まあこの辺は組み替えが自由にできていいですよね。で持ち手のところも角度変えれますので、
ポーズに合わせていろんな角度に持ち替えさせることができます。で、もう片っぽをついてたらこちらの持ち手の部分も角度を変えることができるので、こんな風に両手持ちのこともできます。武器一つとってもカスタマイズが自由ってのはいいですよね。で、こちらがアルトレク戦士用本体。まあ、とりあえずパッケージというか、まあ、取説通りに作るとこんな感じになりますよっていう感じですね。まあ、色味が陸戦らしく、この引き締まったブラウンっていうのがいいですよね。で、背中に積んでいるこのクローラー。この状態だとどこでどう使うんだろうって、転んだ時に走るんかいなぐらいしか思わないですけども。ちなみにこのかかとにつけるときには、ちょっと今ちょっと並べるの忘れてましたけども、こういったジョイントがついてます。これをかかとの部分に、ここですね。ここに接続しつつ、クローラーの、まあどちらでもいいんですけれども、と、ここの間に、コールで繋ぐことによって、で、あの、かかとクローラー、まあ収納じゃ上にあっといて、で、倒して、加速して、地上をクローラーダッシュするみたいなことができます。まあそれだけじゃなくっても、今回のこのクローラー、まあ、これ自体がやはり、こういったもののカスタマイズでは欠かせないキャタピラ類、クローラーいいですよね、ってなるのですから、やっぱ使い勝手がいいというか、ついついいろいろ遊んでしまいますよね。で、このバックパック自体も、まあ、こうやって乗ってると何気なくものに見えるんですけども、よく見るとここの部分の造形にコクピット的なリリーフがあるものですから、例えばこの状態で向きだけ変えて、こんな風に置いといただけでも、背中から、まあ、降りて、これだけ単独でこう地上を走り回って、先行偵察するなんていう設定も面白いかもしれません。で、この上に実際このアルトをこのまま乗せて、で、地上を走った時はここで操縦して目的地まで着いたら、アルトが降りて戦闘に向かうなんていう、まあそれ俺設定、俺物語が作りやすいっていうのもいいですよね。やっぱりクローラーって、もうどん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 そういった発想が浮かびやすいパーツではありますよね。特に今回みたいに背中にマウントしておくだけじゃなくって、単独で公式サイトの方だとこういったパーツだけ使って1個の戦車作ってるなんてのもありましたけれども、やっぱり馴染みがある兵器というか、普通の日常でも工場重機かなんかで目に触れることが多いもんですから、クローラーに関しては皆さんもいろいろ発想楽しめるんじゃないでしょうか。まあ可動範囲については今更言うまでもないでしょうね。肘、膝ともに二重関節ぐりぐり動きます。で、この腕の横についてるこのシールドですけれども、単純に1個のピンで刺さってるだけじゃなくって、こちら、クランク状のグレーのパーツつながってるものですから、単純に腕横にマウントするだけじゃなくって、ここを使って前に出して、先ほどもちょっとご覧いただきましたけども、こんな風に白兵戦の時に、これをさながらナックルのようにして、殴る武器という風な使い方もできます。この辺の発想も柔軟にできそうで、今までの極地戦タイプの中でやっぱり陸戦士が私一番好きですね。まあ元となる人型の形態が一番このまましっくりきてて、羽が生えているとか足が細いとかいうことがなくって、一番身近なロボット型に近いので、あれしてみたい、これしてみたいっていう発想が、止めどもなく湧いてくる。そんな感じのキットですね。ただまあ、そうは言いましても、膝下クローラーはやっぱり見た目的にどうかなと。パッケージとか公式サイトとかの方でも結構膝下クローラー推しな印象がありましたけれども、まあ、やはり個人的にはこの足の下にクローラーをつけるか、あるいはかかとクローラーですね。通常時はかかとのように跳ね上がって、ふくらはぎの一部みたいになっている状態。あれか、今やってるみたいに背中にマウントしておく。目的地まで移動するときには、なんだったらバックパックが下に降りて、アルトを乗せて走っていく。目的地に着いたらそこでアルトが背中に背負って戦闘をするみたいな。そんなシチュエーションが個人的には一番好きです。皆さんどんなシチュエーションでアルト陸戦士を飾られてますか?てな感じでアルト陸戦士をブラウンはこんな風でした。というわけで今回は30ミニッツミッションアルト陸戦士をブラウンご紹介させていただきました。空中戦士用、宇宙仕様に続き第3弾陸戦士用ということで今回第3弾目アルト陸戦士用だったわけなんですけれども、個人的にはやはり一番そのシチュエーションの想像がしやすいのが今回の陸戦士用だったっていうふうに、まああくまで個人的な印象ですけども、そういったところがありましたね。やはりこれはクローラーの存在が大きいんですかね。翼とか宇宙仕様みたいに細い長い足っていうシチュエーションもまあ悪くはないんですけれども、やはりクローラーっていうのはなんかロマンを感じてしまいます。背中に背負わすだけでなく、かかとにつけてみたり、足裏に履かせてみたり、いろんなことができるっていうのも非常に楽しかったです。まあ私がもうちょっと技術があって汚し塗装とかできれば、もっとリアルな感じにできると思うんですけれども、まあ多分多くの皆さんがすでにそういったことされてるんじゃないでしょうか。次に予定されているのが、ポルタノバの水中戦士用。これも楽しみですよね。
30ミニッツミッションのシリーズもどん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 広がってきました。店頭でお見かけの際は一度手に取ってご購入を検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。